夢叶えるプロジェクトとは、ミュージシャン、作曲家、ダンサー、クリエイターなど夢を叶えたい人と、 YouTuber、サポーターなど夢を応援したい人が集まり、発信し交流し応援し合う社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべく応援していくのがこの番組。先生の夢かなラジオ。こんばんは、ターナーこと田中直人です。全国のコミュニティ FM を結んでお送りするターナー先生の夢かなラジオ。この番組はボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーと、夢かなえで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。今日も始まりました。そして本日はこの方と一緒にお送りしていきます。皆さんこんばんは、夢叶える事務局の南です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。南さん、夢叶える公式 YouTube では夢叶アーティストの楽曲を厳選して、ジャンル別、気分別のプレイリストが作成されていますが、今週のおすすめプレイリストを教えてください。はい、3月もあと1日ということで本当に早いですね。もう冬とは言わせない正真正銘の春だと思います。ということで今日おすすめさせていただきたいのは、春を感じるというプレイリストです。夢かなアーティストの素晴らしい曲たちがあなたの気分を暖かな春風のように包んでくれると思います。ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。さあ、この後は夢かなえるで夢を叶えるために頑張っている素敵な仲間を紹介します。今日はどんなアーティストが登場するんでしょうか。お楽しみに。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。今週は夢叶える事務局の南さんと一緒にお送りしています。改めてよろしくお願いします。さあ、今週は夢叶えるからあの子が遊びに来てくれてます。この方です。皆さんこんにちは、こんばんは。夢叶えるプロジェクト公式バーチャルライバーの夢のエルルです。よろしくお願いします。エルルちゃんこんばんは。こんばんは。エルルちゃんは第39回放送に来てもらって以来2回目ということですけど、はい、改めて自己紹介をお願いします。はい、改めまして、夢叶えるプロジェクト公式バーチャルライバーのテンションマックスヘッポコ妖精 VTuber 夢のエルルです。 NFE 生出身の妖精です。今月で1周年を迎えまして、デビューしてから1周年迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。みなみさん、このエルルちゃんは夢叶える公式バーチャルライバーとしていろいろと活躍してますよね。はい、夢のエルルちゃんなんですけど、夢叶えるのイベントにも関わってくれてまして、ガムシャライブボリューム5の時は投げエールの説明動画に出演してくれました。でミュージックビデオコンテストボリューム4では特別審査員賞として夢のエルル賞なんていうのも選んでもらいましたね。はい、はい、それではね、まずはね、夢のエルルちゃんの曲を1曲聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。はい、第39回目の時も流していただいたんですけれども、2023年の6月10日にリリースしました私のデビューシングル、須山純さんに楽曲提供していただいた曲です。夢のエルルでティアーズオブスター続く繰り返す願い。
記憶をたどる旅へと続く道、こぼれ落ちそうな光を集めて、ただひたすらに何かを求めた、聞こえてくるあの日の約束、失うことに今は慣れたわけじゃないけど、静かにそっとページを閉じてゆくから、夢のエルル、ティアーズオブスターでした。いや、めっちゃいい曲ですね。みなみさん、いかがでしょうか。はい、なんか最初こうちょっと静かめなところから一気に盛り上がる曲の始まりみたいなところ、うん、あそこめっちゃかっこいいなと思って好きなんですよ、うん、わお、ありがとうございます。本当ね、はい、須山純さんが素晴らしすぎますよ。はい、うん、本当にありがとうございますね。よかったね、こんなにいい曲もらって。はい、本当にね、こうエルルちゃんのエネルギーパワーがこうギュッと詰められますよね、この曲。そう、これで始まったって感じしたもんね。はい、スタートの曲ですね。うん、はい。さあ、今週は夢叶える公式バーチャルライバーの夢のエルルちゃんをゲストにお招きしています。初めましてという方のために、改めて現在の活動を教えてください。はい、現在は夢叶える公式バーチャルライバーとして、イベントでは説明動画だったり、あと審査員などで参加しています。あとはですね、今は YouTube でゲーム配信だったり歌ってみた動画の投稿をメインに活動していまして、 YouTube では週3回生配信、ゲームだったり雑談と、あと歌の生配信をやっております。で、週に2回はショート動画、長い動画など投稿しています。エルルちゃんは今何歳なんでしたっけ。エネフィー星では、はい、まあ、ちょっと年齢が違うんですけど、地球で言うとまあ18歳くらいかなっていう。あ、地球換算だとみたいな。そうですね、年齢の換算が違うんですけど、うん、18歳だと審査員とか大変だったんじゃないですか。そうですね、いい曲がいっぱいありすぎて、うん、全部選びたいなって思ってたので、他の賞で受賞されていたりしたので、私は個人的には嬉しかったです。夢のエルル賞はどういう感じで選んだんですか。はい、夢のエルル賞は、まあ、私がバーチャル YouTuber なので、まあ、ボーカロイドだったり、まあ、アニメだったり、うん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 、VTuber さんの曲を中心に聞いて選ばせていただきました。そして何、先日配信1周年を迎えたっていうことですけど、はい、そうなんです、おめでとうございます。ありがとうございます。この1年どんなことありました。この1年ですね、あの前回39回目に出演した時よりも、うん、チャンネル登録者数が1000人ほど増えまして。おお、着実。はい、着実に。そして、うん、あと前回告知だけで終わってたんですけど、2曲目のオリジナルソングのリリースもしまして、うんうん、あとは去年の9月の30日に 3D 化も果たしました。ありがとうございます。これ 3D 化ってどういう感じなの。はい、3D はですね、普段はなんて言うんですかね、こう 2平面なんです。平面なんです。正面だけですね。まあ、3D だから 2D でいいじゃないですか。正面だけしか見れないんですけど、 3D になったらもう横も後ろも全部上から下から見れるように
なりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにね、はい、YouTube 投稿続けてらっしゃると思うんですけど、一番伸びた動画はどんなものでしょうか。一番伸びた動画、結構最近の動画でして、今年の2月末に投稿したショート動画で、うん、猫ミームの動画が 1.2 万回再生いきました。猫ミームって何？猫ミームっていうのはですね、猫の各飼い主さんが投稿している猫の動画を素材として切り抜いた、うん、何でしょう、集まりがあるんですけど、うん、すごい流行ってますよね、猫ミーム。そうなんです、世間的に流行っているもので素材を使わせていただいて作った動画ですね、うん、流行りに乗りました。はい、ミームってどういう意味なの？ミームどういう意味ですか、どういう意味ですか、田野先生。知らないから聞いてんだけど。ミームは分かんないです。猫ミームとか可愛いネーミングだね。そうですね。ファンからどんな部分が好評なんですか？ファンの方から1年間活動してきて結構コメントいただいてるのは、うん、もう母国語が面白いっていうことで、うんうん、ですね。まあ、私が NFE 教えて教えていいんですか、その私が NFE 制の出身なんですけど、うん、はい、まあ、ブリュアーチュとかそのゲーム配信をしてる時に、まあ、とんでもないトラブルというかゲームをやってると叫んじゃうじゃないですか、うん、壁にぶつかったりとか、ね、はい、その時についつい出てしまう言葉が母国語になってしまうっていうものですね。そもそも NFE 語っていうかNFE って何でしたっけ？ NFE は NFE 制出身なので NFE 語なんですよね、うん、地球でいう、そう、はい、NFE 制ってどこにあるの？NFE 星は、まあ、ここから何億光年か先の、はい、そんな遠いところから来てくれてるんですよね、地球に、はい、すごいね、はい、で何は声真似とか、はい、はいはいはい、そうなんです、最近生まれたんですけど、はい、国民的アニメのドラえもんがあるじゃないですか、はい、うん、あの声でゲームをやったり歌ったりとか、うんうん、ショート動画出したりしてまして、うん、ま、時々声真似、今え今ですか、うん、わさびさんのバージョンなんですけれども、はい、こんにちは、夢のエルルモンだよ、ドラエルモンだよって感じで、どうですか？似てますよね、似てる、似てますか、どうですか？はい、ありがとうございます。田原先生、はい、ホラーゲームが怖くないってのはどういうことですかね。あ、私ホラーゲームに恐怖をあまり感じなくてびっくりとかはするんですけど、その作り物だなって前提に思っちゃうので、お化け屋敷とかも怖くなくて笑っちゃうんですよね、うん、なので、あ、はい、笑っちゃうタイプだ。そうですね、視聴者さんからはホラーゲームが克服できそうだだったり面白く見れるっていうことで好評です。地球人の人がじゃあ怖いのやつもNFE だと怖くないんだね。NFE だと怖くないですね。私だけかもしれないですけど。ああ、NFE さんの中で怖い人もいるけど、はい、エルルちゃんは特殊ですね。本当に怖がらないですよね。なんかもうめちゃめちゃこれ何の配信だって思いましたもん。見てて。あ、本当ですか。ほら、いや私はすごいお化け屋敷とかも苦手で、もう絶対入りたくないんですけど。はいはい。エルルちゃんと一緒ならいけるかな。一緒なら、じゃあ一緒に行きましょう。富士急の。あの長いのはちょっと厳しいかな。まだ行ったことなくて、友達がみんな怖がるんでまだ行ったことないんです。多分ずっと笑ってるんじゃないですかね、ルルちゃんは。楽しみ。それじゃあさ、なんか録音か録画しといて、はい、あ、もう、え、録音このラジオでね、ラジオでね、かけてね、でき、はい、撮ってきます。30分それ配信しますか。私の笑い声の配信の100回記念ぐらいでね、ぜひね。あー、いいですね、はい、いいですね。なんかエルルちゃんすごいファンとも関わられてるじゃないですか。なんか先ほど出てきたエルルモン、はいはい、ドラエルモン、はい、ドラエルモンもファンの方のファンアートがきっかけなんですよね。そうなんですよ、まあ、きっかけ、私が声真似リストっていうものを作っていて、その中からやった中でドラエルモンが一番好評だったので、うんうんうん、ファンの方がもうすぐにファンアートを書いてくださって、動画だったり使わせていただいてます。自己紹介動画にも使わせていただいています。ありがとうございます、はい、ね、ファンアートって何？ファンアートっていうのは、私のファンの方が私の二次創作ですね。でイラストを描いてくれるんです、はい、それもあのエルルちゃんの YouTube 行ったら見れるんですよね、はい、YouTube X 旧 Twitter の方でハッシュタグ、あ、 X で見れるんだ、はい、そうですね、見てエルルっていうハッシュタグで検索していただくといっぱい出てくると思います。いっぱい出てくるんだ、いっぱいいっぱいいっぱい、はい、
そして最近は収益化もされたということで。はい、おかげさまで今月ですね、3月5日の1周年記念と一緒にスーパーチャットだけなんですけど、スパチャ開放配信もやらせていただきました、うん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。え、最近ノリに乗ってるじゃないですか。その2月のやつが一番バズってて、さらに3月にこの1周年もあって、はい、さらに収益化、はい、はい、そうです。すごい、スパチャめっちゃ投げられたね。あ、もう予想以上でした。もう倍以上で、赤スパも何名かからいただきまして。赤スパって何ですか？赤スパっていうのは1万以上だと赤い、何でしょう、このバナーのスパチャになるんです。あ、もう超豪華な。そうです、そうです、はい、赤いスパチャをいただきました。スーパーチャット。ちなみに配信には何人ぐらい集まってたんですか、はい、配信え何人ぐらい、同時接続ってことですか？まあ同時でもどっちでもいいんですけど。え、あまり見てなくて、赤スパがすごすぎてもう目移りしちゃって、私がそんなポン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 な感じだったんですね。そうね、同時接続数なんて見てなかったです。すみません。すごい大盛況。はい、そしてね、楽曲についても聞いてみたいんですけど、2曲目の楽曲制作には夢叶えるミュージックビデオコンテストの受賞者も関わってるんですよね。はい、そうなんです。あの夢叶えるのミュージックビデオコンテストの一般部門ゴールド賞ですね、ボリューム4のゴールド賞受賞者のキッシュさんのチームに作っていただいた曲で、まあ、これがあの先ほど言っていたオリジナル曲2曲目の深海ポケットっていう曲ですね。心の海って漢字で書いて、ポケットはひらがなで書く楽曲名になるんですけど、その方にもう全部作っていただきました。いやー、なんかね、夢叶えるの受賞者が関わるってすごいことなんで、ちょっとぜひこの曲聴いてみたいんですけど、はい、曲紹介していただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。去年の2023年7月1日にリリースされたセカンドシングル、キッシュさんチームに楽曲提供していただいた曲です。夢のエルルで深海ポケット。朝なぎの透明スマスの赤い柄の歌、きらめく境界線、いつか見たこの星の青、まだ胸の鼓動、海のように泣きはせず、心の望遠鏡、この星で覗いているね。ぽつりこぼれた感情は君だけの歌、枯れた喉から
お届けしましたのは夢のエルル深海ポケットでした。いやーなんかこうものすごい素敵な声がアピールできている、すごいいい曲だと思うんですけど、みなみさんどうですか？はい、なんかもうこっちは癒されるっていう曲ですね。なんかもうそう、昨日の疲れが残ってるな、眠いなっていう、あの朝の電車で実はもうすでに癒されてきたんですけれども本日ありがとうございます、ありがとうございます。なんかこう爽やかなだけじゃなくて切ないじゃないですか、なんかエルルちゃん地球以外から来てくれてて、まあなんかなんだろう、ちょっとその切なさと孤独感とみたいな、でこうなんかストレス感じるのって意外と孤独感になったりする場合とかもあると思うんですけど、まあ、なんかこうそれ認めた上で、でもこの星にキラキラ夢を持って頑張ってくれてるエルルちゃんがいるじゃないですか。だからこう一緒に頑張ろうって思って、なんか私的には意外と朝聞くのとかありだなと思いました。そうですね、朝方おすすめです。このね1曲2曲ってこれちょうどなんかバランスがいいよね。あ、すごい好きな、はい、ありがとうございます、両方とも大好きです。そうですね、違うジャンルのような曲で、はい、ありがとうございます。あとリズム、手を伸ばせばもう届くよね、届かないほうらのリズムめっちゃ好き。あ、そこね。あ、そう、ここのリズムめっちゃ好きです。歌ってて楽しいです。そこをずっと歌えなくて大変だったもんねおお、あれ裏話が、ね、裏話が、ちょっと練習しました。そう、歌の練習すごい頑張ってたんで偉いなと思って聞いてました。はい、ありがとうございます。さあここでこの番組の恒例の質問をさせてください。はい、夢のエルルちゃんが今後叶えたい夢は何でしょうか？はい、私が叶えたい夢は1000人規模のお客さんが入る会場でたくさんの VTuber さんとリアルイベントを行うことです。素晴らしい、ぜひ見てみたい、熱海でも見てみたい、熱海でも行きたい。みなみさん、夢叶える事務局としてエールをお願いします。はい、まあ、夢のエルルちゃん本当にみんなを明るく元気にしてくれて、みんなに寄り添ってくれる素敵な妖精さんだと思います。夢叶える公式バーチャルライバーとして、まあ、これからも一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことはありますか？はい、2つあります。1つはチャンネル登録者1000人記念グッズとしてアクリルキーホルダーだったり缶バッジだったり4種類ほどグッズ販売しておりますので、 X の方でチェックをお願いします。固定にしてあります。そして2つ目は今年の4月に YouTube のメンバーシップ開放をしますので、はい、4月のどこかでどこかで、1日からではないけど、1日からじゃないけどどこかでしますので、ぜひ配信だったりとかメンバーシップもよろしくお願いします。可愛いスタンプも用意してます。お願いします。いやめっちゃ楽しみですね。今後も夢のエルルちゃんの活動を期待しています。ということで今週の夢かなエールフレンズは夢のエルルちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張りましょう。ハーナー先生の夢かなラジオ。ここで一曲お届けしましょう。夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームス。何ができるだろう SDGs、 ドキドキする、新しい未来へ、黄色い太陽みたいな叶えられる夢は、そう無限大、誰にも優しい
お届けしましたのは夢かな SD ガールズでセブンティーンドリームスでした。ターナー先生の夢かなラジオ。ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているターナー先生の夢叶ラジオ。ラストはターナー先生と夢叶アーティストのコラボ楽曲、ターナー先生のボイトレミュージカルの楽曲にバイオリニストのかなめさんがその音色を加えた歌の花束バイオリン入りバージョンを聞きながらのお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X 頑張っております。ぜひともフォローお願いします。そして夢叶える公式 YouTube では夢叶アーティストの楽曲を厳選してジャンル別気分別のプレイリストが作成されています。今週のおすすめプレイリストを教えてください。はい、最近結構本格的な春になってきたなと感じる今日この頃だと思います。そんな時にズバリおすすめしたいのが春を感じるというプレイリストです。夢叶アーティストの素晴らしい曲があなたの気分をよりより暖かな春に導いてくれると思いますので、ぜひ聴いてみてください。あなたも夢叶える公式 YouTube にアクセスしてプレイリストをチェックしてみてください。さあ、夢叶えるプロジェクトでは夢を叶えたい人と夢を応援したい人が集まり発信し応援し合うプロジェクトです。あなたもぜひ参加してください。この時間のお相手はボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団ターナーと夢叶える事務局の南でした。また来週。さようなら。Yes, sir.